レベル1くらいの恥ずかしい体験。4歳くらいの可愛い女の子が俺をお父さんと間違えて手を握ってきたとき、なんだか少し恥ずかしかったんだよ。中学時代、テスト始まった直後に名前欄に好きな人の名前を書き、終了直前に自分の名前に書き換えるといい点が取れるというジンクスというかおまじないを知った。そこで早速苦手な数学で実行。名前欄に当時好きだったクラスの女の子の名前を書き、問題に取り掛かった。そして終了直前、名前欄を自分の名前に書き換えずに提出してしまった。映画館でプリキュアのチケットを買うとき、ローソンでうっかりファミチキください、お店の会員カードを作るときとかに無職と書かなければいけないとき、誰もいないと思って歌いながら歩いてると人がいた、靴下に穴が開いてるのを見られた、誰も乗ってないと思い車のエレベーターでキンキキッズを歌ってたら背後に係長がいた、電車で寝てて起きたらよだれ垂れてる、講話の時腹の力を緩めたらプーっておならが出た、静かだったからめちゃ恥ずかしかった。吉野家で並食べ終わった後、財布見たら150円しかなかった。店員さんに謝ってダッシュで銀行行ってきた。恥ずかしい。それはレベル2桁いってる。下ネタバカ全開ソングをカラオケボックスで熱唱したら、ドアが少し開いてて廊下に漏れ聞こえてた。シャツを裏返しに着てた。ビルのエスカレーターで靴が脱げて数段下に転がっていったのを撮ったとき、ギャグ漫画を電車で読んでて笑いをこらえきれず吹き出してしまった。乗ってる人の注目を浴びてしまった。カバンの中がごちゃごちゃになってて、ハンカチ取り出そうとしたら、ナプキンが一緒に飛び出た。いきなり知らない人に、こんにちはって言われたから、こんにちはと返したら、自分の後ろの人に言ってた。誰もいない。後ろを振り向いても誰もいない。めちゃめちゃ大きいおならをぶっ放したら、いつの間にか真後ろに人がいて恥ずかしかった。歯医者に勤めてて院長が来る前に白衣に着替えるんだけど、夏の暑い日、白衣の下にパッド入りキャミ着てブラは取った。ブラが床に落ちたまま気づかず仕事開始。おつぼねさんがそれに気づいて言われた時は、院長が着替えを済ませた後だった。デザインが若者向けで、若いスタッフは私しかいないのだから、私のだと確信しただろうな。恥ずかしい。ポイントカードを出すつもりが間違えて免許証出しちゃう。レジでお金を払おうとしたら、財布の中に小銭しかなかった。100円以下。鏡を見たら片方の眉毛だけ半分消えてた。何それ怖い。
高校でカバン持って行かずに登校したこと。焼肉屋に家族同伴で行ったら、クラスの俺以外の奴らで運動会のオフ会やってた。奴らにバレないように細々とコーンばかり食べてたけど、結局リーダー格に見つかってしまったこと。泣ける。コーンって。バスの中で小銭ばらまいちゃった。2階のベランダで洗濯物干してた時、うっかりパンツを落としてしまった。運悪く下の道を歩いていた結構綺麗な姉ちゃん2人組の目の前に落下。無視して通り過ぎてくれればいいのに、わざわざ拾って立ち止まってくれるから全力で下まで走って、あ、どうもすいません、ありがとうございます、とか言ってパンツ受け取った。小学生の頃、クワガタを見つけた時に、クワタ見つけたと言ってしまったために、1ヶ月くらいしつこく馬鹿にされたこと。父親が温州みかんを温州みかんって呼んだ。コンビニでお金払って商品忘れて呼び止められるとき、結構あるよね。海外から帰ってきて直でマックに行き、店員さんに Yes, please と英語で返事してしまった。浅いプールで死にかけた。背後を走る車からナンパされ、顔を見た瞬間何事もなかったかのように走り去られた時、3歳の姪っ子に臭いと言われた。コンビニで店員に自分からこれ温めなくていいですと言ってしまって、お寿司は温めませんと店員に冷静に言われた。祭りに出かけた時に隣の彼女を抱き寄せたら知らない女だった時、ファミレスで唐揚げ定食を頼もうとしてカツ揚げ定食と言い間違えた時、4階まで我慢できずに漏らしたこと。なんとなく二の腕の内側に自分でキスマークつけてしまって、見えないだろうと油断してたら T シャツの袖からチラリズムしたのを母ちゃんに指摘される。寝てるうちにぶつけたんだろうと言い繕ったら、そんなわけないとバッサリ。今は七分袖で隠してる。コンビニでマイルドセブンを買おうとして、セブンイレブンください、カツラをかぶるのを忘れたまま出社したこと。病院に運ばれた時に限って無駄毛処理してないままレントゲン取られたり、ブラ忘れてたり、転んだり、穴があったら入りたい。病院に運ばれたことはないけど、靴脱いでベッドに横になってくださいって言われて、よく見たら靴下に穴が開いてたり、ボロボロの下着だったりはよくある。個性的な配色のボーダーを着てたら、毒マムシってあだ名がついた。悲しいなぁ。外人の多い会社にいるんだけど、挨拶代わりに親指立てるのが癖になってて、相手を確認せずにやったらお偉いさんだった。
採血するときに肘の内側をゴシゴシされたら赤が出てしまった。小さい子がエスカレーターで遊んでた。危ないから、息子さん危ないですよって近くにいる人に言ったら、私の子供じゃないですよって言われた。高校時代、友達と喋りながら階段を降りてたら踏み外し、やばいと思ったのか、とっさに正座姿勢になり、器用に3段滑り落ちた。古谷さんって話しかけてたんだけど、2ヶ月ぐらい経ってから、古谷だけどって言われた。恥ずかしかった。ごめんね。電車とホームの間に片足落ちた。片足は電車の中。車内の人もホームの人もみんな見てて恥ずかしかったな。コンビニでエロ本をレジに持って行ったら、友達がバイトしてた。紀ノ国屋でヨドバシカメラのポイントカードを出してしまって、店員さんに申し訳なさそうに、お客様、こちらはヨドバシカメラさんのでございますと言われたこと。色が似てるんだもん。エレベーターで人が乗ってきて、ボケてて自分が降りる階じゃなくて、その一つ下の乗ってきた人が降りる階で一緒に降りてしまった。歩いてたらつまずいた。ズボンから尻尾のようにトイレットペーパーがひらひら出ていた。ホットの紅茶を注文しようとして、ホッチャと言ってしまった。某レンタルビデオ店で2枚目のバーコードが読み取れず、レジの液晶に AV のタイトルをさらされ続けた5分間。みんなそれレベル1じゃないわ。